はいどうも、はいどうも、たくみのゲーム実況チャンネルようこそ。ということで今回はこちらプロスピレースやっていきたいと思います。ということで今回は、こちらですね、ドリームキャラバンの方がね、まあ、無事終わったということでね、報酬の、侍ジャパン S ランク契約書を引いていこうかなと思います。でまあ狙いはね、まあ中継ぎがね、まあ今回の侍ジャパンで結構補強できたんですけども、やっぱオリックス枠でやっぱ欲しいので平野選手をね狙おうかなと思います。中継ぎで9位 A あって、でしかもオリックス枠も取れると、ここが一番欲しいかな。はい、行きましょう。まあ一応今回はね、まあ第1弾第2弾第2弾第3弾全部出るので、まあ平野選手が出てくれるといいかな。はい、行きましょう。落ち、さあさあ、今回もラストなのかな、イベントで侍配ってくれるのちょっと分かんないですけど、さあ来い、頼む、さあ誰来い。微妙、タイトルホルダーで持ってるから微妙なんだよな。どうしようかな。まあとりあえず継承はさせる、継承、あ継承、うん、まあそっか、タイトルホルダーで使った方がいいのか。侍でちょっと使いたいけど、侍の方でこう継承させると限界突破3回で終わっちゃうから、こっちにそのまま限界突破させた方がいいよね、普通に。はい、じゃあまあここに限界突破させるっていう形かな。いやーなんかもったいない気もしますけど、とりあえず今回は菊池選手が出たということで、まあ全然ねすごい使えるのでいいんですけども、ちょっとね、まあ、2400も持ってるのでね、2400になるやつ、まあでも一応ね、称号がねつけれるので、もうちょっとすれば今回限界突破させて、まああと1回させればね、称号つけれるようになるので、まあ称号つけて、ミート1増やして総力とミート同時にしたらね、まあミート型にもなるので、まあそこもちょっとね、期待してね行こうかなと思います。だからね、まあ菊池の A ランクとかもうちょい欲しいですね、こうなってくるとって感じかな。まあ、あとは坂本のね、A ランクも何枚かあって、村田もね、出たので、村田もね、また称号つけれたりするので、また称号はね、何枚だろう、3枚ぐらい、3か4ぐらいね、一気につけるっていう動画。まあ、坂本2枚と、2枚っていうのかな、坂本2つと、村田で2つっていう感じなんですけども、まあ、ちょっと良さそうなのがね、つくまでちょっとやろうかなと思います。はい。そんな感じかな。まあ、今回、まあ、ドリームキャラバン来たんですけどね、またね、あ、そう、言ってなかったんだけど、ツイッターでは言ったんだけど、こちらのキャラバンボックスね、リセットして、ワールドスターを1等にしました。まあ、これでダルビッシュとかマー君とか出てくれば、称号もつけれるので、まあ、あんま意味ないかなと思ったんだけど、やっぱ称号つけれるじゃんと思って、忘れてたんだけど、まあ、なので、これをちょっとね、次の動画で200連引いて、1等狙おうかなと思います。まあ、ぜひね見てくださると嬉しいです。はい、まあそんな感じかな。はい、もう今度こそ終わり。侍ジャパンの方のね、まあ契約書はもう次のイベントで配られるかはちょっと分かんないですけども、どうなんだろうな。まあもう1回配ってくれる可能性もあるかもしれないですね。まあ最近結構配ってくれるんで、もう1回あるかないかっていうところかなと思います。まあ次2017になって2500多分なるんで、まあ結構配ってるんだと思うんだけど、はい、まあそんな感じですかね。次またあったらね期待したいと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。